はよう。私の声聞こえる？思い出してみて。記憶の中に漂う自分という姿を。ごめん、案内してもらえる？そう、それがあなたの姿。やっと会えるね。しないから気をつけてね。大事なことを言い忘れてた。自我をそのこれが使うことも考えるとどうしても明血不足になりがちよね。その時はあなたが装備している画装の出番よ。画装を使えばロストから一気に吸血することができるの。さらに明血を補できる。
れがモーヒツさん。そのブラッド・コーキャス連携さすがね、飲み込みが早いわ。ブラッドショットは宿り、あなたはブラッド人、あなたの血でしか救えないことが。さあ目を覚まして、世界を救って。おかえりなさい。気分はどうですか？ゆっくりで構いません。そばにいますから。もう少しです。大丈夫、血の泉が渇きを癒します。待て、もうすぐ血類の実を探しに行くぞ。早く準備をしろ。お目覚めかい？おっと、静かにな。お連れさん、さっき眠ったところだ。ダンバと新入り、仕事の ここも枯れたか。正気が濃くなって。くそ、あのはしごが降りてれば。じゃあ行こうか。ロストの死体、初めて見た。ああ、死体って言ったけど、これは死んでるんじゃなくて、ロストがもっと凶悪な化け物の姿になる前の休眠状態だって。変化が始まるまで何年もかかるやつもいるみたいだから、放っておいていいと思うよ。
じゃあ行こうか。ロストの死体初めて。ああ死体って言ったけど、俺は死んでるんじゃなくて、ロストがもっと凶悪な化け物の姿になる前に休眠状態だって言われて、変化が始まるまで何年もかかるやつもいるのに放っておく。落ちそうだ。どうだい、使えそう？大丈夫って説得力ないよね。このマスク旧式だからかな、ちょっと息苦しくって。君こそ大丈夫？あの女の子仲間なんだ。別に見つけて早く迎えに行ってもらうと。上に気をつけて。その再生力で大丈夫かい？あれは何だろう？中身は何だろう？